マリコさん、これ温まるから。私にはまだやるべきことが残っているもの。私はこの世界に来てからいろんな人に力を貸してもらったわ。だからその人たちの力になりたい。私にできるだけのことはしたいの。あなたはこのまま帰ってしまうの？たくみさんを探しに行くんでしょ？誰が匠さんを助けるの？匠さん、きっと心細い思いをしているはずよ。たった一人であなたの助けを待っているのよ。
聖地の村に戻って長老様に話を聞いてみましょう。鏡のことも何か知っているかもしれないわ。大丈夫、きっと助かる方法があるはずよ。長老様、その異世界とここの世界を再びつなぐ方法はないのですか？
まり時間もないし、とにかくそこに行ってみるしかなさそうね。マリコさんたちの力になってあげたいの。タキコが行くって言うんなら、俺は別にそれでいいけどよ。行き先は巫女が決めることだ。俺もそれでいい。わかったよ。行けばいいんだろ。行けば。1週間あれば目的地にはたどり着けるわ。大丈夫、きっとなんとかなるから。何やってんだ。置いてかれたいの。どうしてって、これくらい普通だろ。お前、体弱いのか。マリコさん。
グズグズしてたらあっという間に日が暮れちまうぜ。お前どんな暮らししてたんだ。いくらなんでも疲れるの早すぎだろう。しょうがねえ、この先に泉があるみたいだからそこで休憩するか。もう知らねえぞ、勝手にしろ。俺は先に行ってるからな。俺も先に行く。ついてこなかったら置いてくからな。お前のために急いでいるんだがな。少しだけ頑張りましょう。あとちょっとだから。少し先で待ってるわね。何グズグズしてんだよ。来るの遅えぞ。あんまり足引っ張ってると本気で。なんだよ、怪我してんのか。こんな道だからしょうがねえけど、どうだ？歩けんのか？
ったく、しょうがねえな。乗れよ。おぶってやるって言ってんだよ。いいかな、早くしろ。怪我なんかしてんじゃねえよ。今度だけだからな。てか、人の背中に乗っといてブンブン足振ってんじゃねえよ。で、どんな感じだよ。痛えのか。そっか。それより、あいつらに追いつく前に下ろすからな。バカ言うな。そんな恥ずかしいことできっかよ。とにかく、下ろすからな。なんだか嫌な感じだな。待ち伏せか。苦闘国の奴らか。今度は巫女の命をもらいに来ました。相手をしていただきますよ。殺しに来てあげたよ。くそ、てめえらしつこいんだよ。
やはり七星矢相手に正面からでは無理ですか。ここは一旦引きましょう。目的は十分果たしました。すっぽまいて逃げんのかよ。いつでも相手してやるぜ。お前生意気だよ。シギ様、こいつここで殺しちゃってもいいでしょ。シュラ、言うことが聞けないのですか。あ、はい、すみません、シギ様。目的を果たしたとか言ってたみてえだけど、なんだそりゃ。何？何がもしかしてなんだよ。わからないけど急いで行ってみましょう。